あら、隊長がおらん。少しは整理してくださいよ。コギャンとは何すっとですか、これ。司令、出動ですか。うん、全国熊本地震で発生した災害廃棄物の処理に関する情報をキャッチした。そこで夢熊隊はこのキーワードを手がかりにその処理事業を応援する。夢熊隊出動。ラジオ準備完了。その前に机の上のゴミを処理。司令、そうでしょ。ほら、もうだからもうこんなの全部捨てる。もういらん、いらない、捨てるって。もういいって、これ全部いらないんだって。いらないって。司令キヌカズ、隊長くまモンを中心に県民の夢実現に向け昼夜を問わず駆け巡る熱き心の12人。それが夢くまモン応援隊。今回の熊本地震で発生する廃棄物の量はどれくらいなんでしょうか。はい、今回の熊本地震では家屋などに甚大な被害が発生しました。今後建物の解体に伴って県内で約195万トンの災害廃棄物が発生すると見込んでいます。災害廃棄物の量がおよそ195万トンと聞いてもピンとこないのですが。はい、通常県内で1年間に発生するゴミの量が約56万トンになりますので。その大量の災害廃棄物をどのように処理していくんですか。県では地震発生から2年以内の処理終了を目標に可能な限りリサイクルをしながら処理をしていくこととしています。特に被害の大きかった7つの市町村から市町村単独では処理できない災害廃棄物処理の一部について県が委託を受けました。今回県で整備をしている二次仮置き場は市町村が設置している一次仮置き場に加えて市町村から委託を受けた災害廃棄物の処理を行っていくための施設になります。この施設のオープンが災害廃棄物処理のスピードアップにつながりますね。そうですね、災害廃棄物を早く処理することで被災した家屋の解体も進みますし、それが一日でも早い復興につながればと思います。ということで施設を管理している事業者の方にお話を聞きました。ここではどのような作業が行われているんでしょうか。はい、この二次仮置き場では現在柱材などの木くず、建物の基礎部分などのコンクリート柄、瓦を解体現場や市町村の一次仮置き場から受け入れています。木くずについては破砕機という機械で細かく砕いてチップにしたり、コンクリート柄や瓦については異物を取り除いたりしています。二次仮置き場で処理された災害廃棄物はこの後どうなるんですか。はい、チップにした木くずはバイオマス発電を行う施設などに、コンクリート柄は破砕作業を行う工場などに排出しリサイクルしていきます。再生可能な災害廃棄物はこのようなリサイクル工場に運ばれます。災害廃棄物はここでリサイクルできる資源に生まれ変わるんですね。はい、ここではコンクリート柄を細かく砕く破砕処理を行っています。処理をしたものは再生砕石として道路の路盤材などにリサイクルされます。今回の熊本地震では道路などのインフラも大きな被害を受けました。その復旧工事にもこのようなリサイクル製品が多く使われることで単なる廃棄物の処理にとどまらず復興にも貢献できると思っています。本日の任務完了しました。うん、で、キーワード 3.5 年分とは。はい、熊本地震で発生した廃棄物の量が通常の 3.5 年分ということであり、この膨大な廃棄物の処理加速化が復興への大きな一歩になると期待されます。なお、番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしております。抽選で番組特製図書カードが当たりますので、ご覧の要領でご応募ください。過去放送分もこの番組ホームページから。それでは皆さん、また見てはいよ。次回の夢くまモン応援隊は県全体の労働環境労働条件の底上げを図り若者の県内就職を応援する熊本県ブライト企業認定の取り組みを紹介します。熊本県の提供でお送りしました。